こんにちは、ブランドバイヤー社長です。グレートランド響です。なんかここで小話して30秒以内に。いや最近涼しくなってきましたね。なってきたね。はい。でいや90年代前半とか、おおおお、何 80s のちょっとおうおう伝えたいことがあって、はい、T シャツって、はい、身幅がっつりあって丈短いの多いじゃないですか、はい、うちで扱ってる T シャツ、はい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 、あの T シャツ、まあ、僕も持ってて汚いのがあるんですけど、うん、そろそろ涼しくなるからロンティーと重ねるまでずっと温めてたんですよね。1枚だとちょっと丈短く感じたんで、うん、で実際重ね着してみたら思った以上に良かったんで、そういったサイズ感今からの季節おすすめですっていう話です。そんな丈短いのないやん。今回はねちょっとないですけどいきなり言われたから最近思ったことを言ってみましょう。お、丈短いんちゃうか、丈短いんちゃうかいや、まあ、うん、そんな短くもない、まあ、いいサイズですけどね。これはまあ、ホワイトのロンティーと重ねてください。うん、いいと思います。すごくいいと思います。で、うん、プリントもいい感じにかすれてて、うんうん、サイズが L かな、オールスポーツ、オールスポーツの L ですね、はい、A やレグワイヤね、うん、それこそ本当にホワイトのね、はい、新品っていうか、まあ、できればグレートランドオニータのロンティーと重ねていただきたいところではございますけども、はい、重ねていただくと、まあ、同じ白なんですけど全然違う白というか、そうですね、ご理解いただけると思う、うん、遠くから見たらそれは白真っ白一緒やけど、うんうんうん、こういい感じになるんですよ。これは結構ね白いからあれやけどね、分からへんよね。分からんすね。はい、分かんないよね。はい、まあ、そうですね、いい感じです。お願いします、はい、あ、5枚以下です。あ、そうや、言い忘れた、5枚以下全部5枚以下、はい、これ本載ってたやつやろ。本載ってましたね、うんうん、まあ、有名じゃないですかデザイン、サグライフやユーテー、はい、後ろ、はい、はい、サイズが XL、 あ、いいじゃないですか、はい、でも大きすぎない XL っていうのがポイント高いですね。これまあちょっといやいやちょびっと着丈短いですね、うん、ちょびっと普通やん、まあ、長すぎない、まあ長すぎない、そうです、うん、ちょうどいい、うん、1枚できてもよし重ねてもよし、はい、なボックスシルエットの一着です、はい、バックプリントのサグライフがちょっとかすれてる感じが後ろいいですね、とても良い、うん、はい、コピーライトもしっかりとございます。1997アフェニシェシャクール、だからあれやアフェにやったっけ、オカンや、オカンコピーライトですか、2パックの、オカンです。はい、はい、お願いします、はい、まあ、ブートの両袖入ってフロントもちろん入って、はい、バック入ってこれめっちゃ高かった気すんねんな、うん、まあ、サイズもいいんでね、うん、まあ大きめ、これはごめんなさい、まあ、49,900円です。バックプリントのところ割れ感かっこいいですね、うん、いい感じで、重ねてもいいんですよ。そうっすね、この袖振りがね見える、これ他のバンドに重ねないでくださいね。あ、まあそうっすね、それはさすがにそれはそうっすねどう重ねようか、俺ポケティとかに重ねたらかっこいいんじゃないかなと思うの、無地の。あ、いや、まあ赤がメインで入ってる系かその無地かじゃないですか。赤がメインで入ってる系ってもうレッチリやん。レッチリ、まあだからそんなもんありやとは思うんですよ。レッチリレッチリ、うん、ちょっと難易度高いけどなしじゃないと思うんです、うん、難易度高い、ちょ T シャツ選ばない、ただまあそのレッチリに重ねるんやったらレッチリのロンティーじゃない方がいいと思う。いや、まあそれ言っちゃったらそうか、確かにそうっすね、うん、まあ無地はでもそうですね、間違いなくちょうど袖のやつがいい感じに見えて、はい、こういうのダウンベストとかでね着てたらかっこいいじゃないですか。確かに、あ、ベスト系、ね、レザーベストとかね、いいっすね。かの有名なカリスマブランドが作って、はい、大反対されて作って、大反対しましたね、全部完売した、はい、全部完売ってなんかアホやな完売した頭全部完売したアホやな、うん、そうやな、はい、本当サイズ感が良いです。欲しいもん、はい、これ俺、まあ、そう、これはでも俺ちょっとねショーツに合わせたいけどね本当は。あ、ちょうどだから今くらいの大きめの ね、 ねショーツにね、うん、ちょっとだらしなく着たいですね。いいですね、うん、おぜひ、ね、お願いします、お願いします、はい、アンチキャススーパースター、はい、A タグついてます、タルテックスの青タグです。はい、サイズが L、 おバランスのいい L ですね。うん、まあそうですね、サイズのバランスがいい、これももうないんですわ。マンソンちょっと前にと、なん、はい、ごめんね、いい、何年間前からも道2年目がない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 って言ってきてて、はい、よくお声いただくんですよ、あるやんけと。はあ、どういうことですか。いや、ないですよないですよって言ってもグループランドあるやんって、なんぼ金使ってる思ってんねっていう。そうっすよね、いやほんまにね、うん、あるっちゃあるんですよ、その行くとここ行きゃ、うん、持ってるやついりゃ、うん、ありますよ、だって別になくなっていってるわけじゃないよ。まあまあそうですね、うん、消えていってるわけじゃないから、うんうん、高いの
現実的な値段で出さなくていいんだったら僕はもう1日で2000枚買い付けれますよ。まあ、はい集合って言ってホテルに、はい、集合全部買うたら言うて、まあそうですね、うん、無理なんです。だから次来週行くので僕多分10回目ぐらいなんですけど、あ、そうですね、目まぐるしく買うのがきつくなってるよね。あなあ、まあ、初回とかも水を得た魚のように買ってたもん。あ、初日に現金なくなったもん全部。なんかそうでしたね、うん、あ覚えてる、そうでしたそうでした、なんか思ったより買える、買わなあかんわって、ね、住みたいって言ってたもんな言ってた言ってたんですね、うん、今マジで住みたくないもん。あもうストレスで死ぬと思うまあね、はい、ご飯もあれやし、うん、ってことで幅広いファッションスタイルの方に人気のある一着です、はいですね、本当にあの店頭でお買い上げいただくお客様もこういろんな方というか、うん、いろんなお洋服着られてる方、ジャンルの方に買っていただいてるってことはですよ、はい、やはり需要が多いってことです、うん、で、まあ、あのサイズ感としても L ですが大きめの L、うん、で XL を探すのは意外とまあまだいける、うん、このサイズ感の L だって同じサイズ感ではないので、はい、XL のちっちゃめとやっぱ L の大きめもまたちょっとちゃうわけですよ、はいはい、実数に比べてください。これだけ理想的なサイズの L、うん、難しいと思います、うん、お願いします。はい、これもね、まあジャイアントバイ TJ で XL シングルの方ですね。シングルシングルですわ。まあ、にもあってこれね、ちょっと前やったらだから4万以下に入れれてたんですけどめっちゃ頑張ったら3万以下に入れてたよ、ね、そうですね、めっちゃ頑張ったら、いやもうきついっすよね。全然無理よ、きついきつい。3万以下に入れたらタイ人かみたいな確かに、うん、まあサイズも結構いいサイズっすよ。タグもしっかり残ってて、うん、まあもう何もね説明するようなことないですけど、これはまあ結構ね個人的にこう著名人というかこう日本でいうファッショニストの方も今来ていただいてるなみたいな印象なんで、うん、まあ間違いないんでしょう。はい、お願いします。お願いします。これも高くなったね、はい、てかメタリカ多いな。メタリカが3枚次の、次のもなかなか、はい、もともとメタリカってオープンした頃って3枚以下というか、まあそう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 、この辺はでもね超えてたけど、これも画像出してほしいけど高っていうのってあのヘビのブートとか、はいはい、あと、うん、まあ、日本ではちょっとなかなか販売が難しいオーバープリントとか、うんうんうん、あとはドリス、あドリス高いですね。それ以外はまあ3万から3万5千みたいな。そうですよね。でワンチャン169みたいな、うんうん、あったもんね。あったっす。ないもんそんなの。ないっす。でもそうなんですよ、メタリカがそうなってしまったんで。これはフェードの感じがいいし短丈ですけど、これ身幅しっかりありますよ。かっこいいですね。いいっすね、うん、ご共感いただける方、はい、ぜひとも。オニータや、やっぱりいい色。オニータなの。オニータ珍しいですね。あーいいですね。すっごい珍しいと思う。珍しいと思う、はい、メタリカタグかジャイアントかユーロかよくわからないタグやもん、ね、はい、よくわからんならですね、うん、はい、まあまあ、はい、お願いします。オニータ、はい、これ大きいね。でかいっす。これ大体ちっちゃいのね。まあそうっすよね、うん、結構がっつり肩幅もあって、シングルダブルのメタリカタグやんか。そう、メタリカタグの XL。 これ5万以下あかんよ。あかんすか。499の499のだってメタリカタグでこのサイズってマジなくない。まあマジないっすよ、ね、まあいいっすけども。いけ、これ取り直す時間ないし、いいですよ。あ、まあマジないっすよ。いいですよ。でもマジないとしか言わん、うん、お願いしますまあやっぱ人気ありますね。まあそうですね、プリンス、これかっこいいよなとか言って、まあ僕もすごい。響はやっぱり着てたイメージがすごいあるんですけど、すっごい着丈長かったんですよ。あれはね、いまだに俺にいじられてるもんな。まあそうですね。あれにあのフィアオブゴッドナイキのダッポダボのセーパン履いてさ、はいはい、もうなんかもう田舎のヤンキーやんみたいな言われてましたね、うん、実際長野出身の田舎のヤンキーやったんですけど、まあね、ヤンキーじゃないからただの田舎出身のやつですね、うん、はい、コンディションめっちゃいいです。ここ最近お取り扱いした中で一番いいんじゃないかな。ヘッドもめっちゃ綺麗、ボディもめっちゃ綺麗、うん、で縦伸びもなく、うん、あれ伸びてんすよ。そうそうなんですよ。これ多分だからね、あれなんで伸びてんのかっていうと、こうプリント結構大判でしょ、はい、であんまりちゃんと脱水せずにかけるからTシャツがやっぱね、これ多分ね重たいんですよ、ちょっと、うん、ちょっと重いっす、ポイント込みで、はい、にこう重力に負けるっていうかね、うんうん、だからこうちょっとずつ伸びていくわけですよ、うん、そんなこともないし、ちょっとこれが、まあ、むしろもっと短く、それこそ響きのね、あの今日の冒頭の短いネタで行くなら、はいはいはい、関数かけていただいたらね縮みますから、うん、おぜひに、はい、いいと思います。それと、まあ、あプラダのパンツとかに入ったらかっこいいんじゃないですか。あ、同じ真っ黒でもパンツ、まあそうですね、うん、ちょっと素材感が違うんでね、ナイロン系、はい、うん、いいと思います。僕はアークテリックスのショーツの方がかっこいいと思ってますけど、はい、この動画公開の頃にはその動画上がってると思います。あ、なるほど、はい、お願いします。はい、
マドンナ、ガーリー賞ですね。タグはヘインですね。バックステージパスだろ。そうですね。ダメです。ステージパス。ダメです。499。ダメ。ダメですか。なんか茶番みたいな感じに映ってるけど本当にダメ。これは無理。あ、無理ですか。無理。499。無理。ヘインズの XL ですね。無理。お前が1万出すならいいよ。いや、4万無理っす。あ、5万無理っすね。5万か無理っすね。ごめんなさい、もうこれだけ59,900円でいいですよ。本当にします。僕も持ってるの最後なの。バックステージパスのこれ。バックステージパスって珍しい。欲しいもん。だってこれ。XL やろ。XL です。これだけ59,900円っていう。だからサムネに、はい、ほぼってめっちゃちっちゃく入れる。ほぼ。入れておきましょうか。ほぼ。ぐらいの。しかもカッコもつけとけ。なるほどね。あ、すいません、申し訳ないです。ちょっと出ちゃうみたいで。逆にでもこれラッキーだと思います。もう買えないですから。まあないもんね。はい、ないですね。はい、すいません、これだけちょっと許してください、はい、ということで本日も9着ご紹介させていただきました。ほぼ5枚かということで、はい、いかがでございましたでしょうか。本日夕方より6時から店頭にてご試着をご購入可能。夜9時から各概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。